なんとですね、こちら、はい、出た。皆さんこんにちは、岡田真央です、はいはい、今回は桜カップっていう私が主催してる、はい、大会の1日目が終わりました、はい、そしてこのタイミングでシュート勝負をしようということで、はい、あのみんな勢ぞろい、はい、あのチームから1名出していただきまして、はい、6名の皆さんが集まっていただきました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。大和の純です。お願いします。はい、お願いします。やる気ある。ドランカーズの福田桃子です。よろしくお願いします。はい、東海クラブの前城さんです。お願いします。お願いします。ライジングレッドの寺内春菜です。お願いします。共栄大学の野道沙羅です。お願いします。お願いします。共栄大学の菊田桃葉です。お願いします。ます。もうみんなもう外さないぐらいシュート上手いぐらい上手い人たちばっかりなので、ルールをもう一回説明すると、はい、1人3本連続で打ちます。で、その中に何本入ったかで上位の人たちだけ最終的に集まって、そのメンバーでサドンデスします。よし、順番決めましょう。じゃんけんしましょう、はい、あの勝ち先で勝ち順で最初はグルーじゃんけんぱ、アイクでしょ。これ無理かな。あ、私こうだった。アイクでしょ。最初はグルーじゃんけんぱ。はい、ね、そんなことある、はい、そんなことある。皆さん応援してあげてください。食べてください。はい、まず何もしないのに行きます。おい、1-0。あー2-0。うわ、ひどっ。だって打ってないの。はい、0本です。おお。3分の2。今3分の3がお一人います。3分の2が3人います。いいよ。ラスト。じゃあ、2本だけ入った人の中で。2本入った人、こっち来てください。2本入った人、すいません。2本入った人、こちらに。サドンデスですね。サドンデス。はい。はい。うわぁ。予選しました。はい。この大学生がね。大学生2人。はい。おうわー、共栄大学の野道沙羅です。野道沙羅ちゃんです。おめでとうございます。というわけで、はい、惜しかったね。おめでとうございます。ありがとうございます。うまい。ありがとうございました。
それでは栄えある優勝チームの表彰です。第1回桜カップ優勝は、大和運輸さんです。ありがとうございます。はい、これは優勝チームには今回の桜カップの大会ロゴをデザインしていただいた、田村大さんによる、チーム全員を1枚の絵にしていただけるという権利が与えられます。株式会社マーサメディカル様プレゼンツ MVP 賞の発表です。マーサメディカル町田様梶浦様前をお願いいたします。皆さん2日間お疲れ様でした。まず、弊社の紹介をさせていただきます。弊社は都内を中心に約20店舗の店舗展開をさせていただいている成功店グループになります。第1回桜カップ MVP は大和運輸16番関口選手です。おめでとうございます。関口選手は前をお願いします。最後に株式会社誠実様プレゼンツ MIP 賞の発表です。株式会社誠実代表取締役根本様前をお願いいたします。皆さん2日間お疲れ様でした。弊社はですね、株式会社誠実といいまして、馴染みはないかもしれませんが、暗号資産に関するシステムのですね、開発をしている会社です。はい、MIP 賞共栄大学 A チーム24番、長谷川選手。おめでとうございます。長谷川選手、前をお願いいたします。おめでとうございます。それでは最後に主催者代表岡田よりご挨拶させていただきます。皆様、2日間お疲れ様でした。本当に初めての大会だったので、桜カップがきっと不都合なことだったり、ご迷惑かけたこともいろいろあるかと思いますが、皆様のおかげで無事全試合を終えることができました。開会式の時にもちょっと演じていただいたんですけど、皆さんが大人になっても大学生なくても大人になっても、一生懸命頑張っている、バスケットを頑張っているっていうことがすごく価値があることだと思うので、その価値を下の年代に伝えていけるように、私もいろいろこれからずっとこの大会を続けていけるように頑張りたいと思いますので、皆様ぜひ